高くなっておりますけれどもね、楽しみですよね、毎年ね、この後も引き続きね、ジャンププロジェクトの皆さんにも、審査のほどよろしくお願いいたします。さて、チャンピオンシップも終盤に差し掛かっていますが、これからちょっと違ったコスプレショーをご覧いただこうと思います。皆さんはコスプレコミュニティサイトキュアをご存知でしょうか。世界最大枚数のコスプレ画像が見られ、無料で簡単にコスプレイヤー登録、閲覧制限で安心して画像が投稿できます。全国のコスプレイベントのスケジュールなども掲載しているこのサイト、皆様もぜひ活用してみてください。そのコスプレコミュニティサイトキュアがお送りします。題してキュアコスプレコレクション Meets ワールドコスプレサミット2011。コスプレコミュニティサイトキュアに事前にお申し込みいただいた総勢30名の皆様にご登場いただきます。盛大な拍手でお迎えください。トップバッターはコスネームコッチャコッチさん、パズルゲームピヨピヨの主人公アルルナジャです。ちょっと憎めない愛らしい敵との対決が魅力の名作です。かわいいおじさん、小鳥さん、ゆうなさん、さくらえびさん、いきさん、ニコニコ動画などで一気に有名になったボーカルソフトのボーカロイドから、はじめみく、リリー、あきた、エル、そしてもう一人、はじめみくです。今回はちょっとマニアックにイメージキャラクターから派生したオリジナルのキャラクターまでいます。続いてエントリーナンバー3番、三崎秀彦さん、龍が如くの輪島五郎です。龍が如くは新宿歌舞伎町を舞台にしたバイオリンゲーム。ご覧のように野生にあふれるキャラクターが暴れ回る姿がかっこいいんです。中にはキャバ嬢とのカラオケなどチャネル付けもたっぷりです。エントリーナンバー4番、神崎里乃さんとトモさん、マクロスフロンティアのランカリーと早乙女春子。マクロスフロンティアは歌をテーマにした壮大な宇宙 SF アニメです。銀河の歌姫とパイロットの恋物語が見どころの作品です。エントリーナンバー5番、たけさん、ゆらららの平和島千鶴を。ゆらららは池袋を舞台に現実の社会とファンタジーが入り乱れる群衆劇です。ルビナスライダーをはじめ、高校生、カラーギャング、養蜂屋、闇医者、ヤクザ、養蜂までが個性的なキャラクターの人間関係描かれています。
持って帰るまでがパフォーマンスです。エントリーナンバー6番、小室さんと龍斗さん、健さん。今年に入ってコスプレ界で一気にブレイクしているタイガー&バニーからブルーローズ、カブラギティ、コテツ、バーナビー・ブルックス・ジュニア。戦闘用のヒーロースーツに実際にある企業ロゴが入っているのが斬新な作品です。ジルティギアは格闘ゲームブーム中盤の傑作です。コラボやスピード感の魅力を最大限に生かしたゲームです。クラウドベリジアムのコスプレです。ストリーナンバー7番、ナナミアクアさんです。さんとユキトさん、女性に大人気の家庭用ゲーム白王記は幕末の新選組をモチーフにしたアドベンチャーゲームです。ヒロインを中心とした新選組隊士とのラブロマンスが人気のもと、原田佐之助と土方歳三です。Just freak out. Can't stop coming in hot. I should have done.
王子さん、チーニーヤさん、サキさん、ウサギさんで、セーラーウラル、セーラーレプチュール、セーラーサタン、セーラーチリムーン、ブラックレディ、ご存知美少女アニメの鉄板、美少女戦士セーラームーン、今も全世界で愛されている日本を代表するアニメです。